こんにちは、かほです。はい、今回は初刈駅というところにやってきました。今日は高川山というところに登っていきます。それではスタートです。今回の地図はこんな感じです。初刈駅を出発して高川山の山頂を目指します。その後山をいくつか縦走して最後に結び山という山を目指します。それではスタートです。はい、スタートしました。駅から30分くらい普通のね街の中を歩いて登山口まで行きます。登山口までの道にはちゃんとね標識が立っているので、すごくね分かりやすくて迷わずに行けそうです。最近はね結構暖かいんですけど、今日は寒い予報だったのでちょっとねフリースできました。頂上までは約1時間半の道のりです。今のところ登山道は樹林帯の道といった感じで、展望はねまだ良くないですね。はい、そしてこれ新しいアイテムなんですけど、日焼けをねちょっと防止したいなと思って、これ鼻のところあたりまでこう上がってくる、なんだろう、日焼け防止のなんか布なんです。最初のうちはちょっとだけ登りが急です。ちょっと疲れました。はい、男坂と女坂の分岐にやってきました。女坂に行くと緩やかな登りでね、男坂に行くとこう見るからにちょっとね急な登りになっているんですけれども、どっちに進みましょう。まあでもちょっとねトレーニングだと思ってね、今回は男坂の方を登っていきたいと思います。はい、今男坂を歩いているんですけれども、やっぱりね女坂もそっちに見えてるんですけど、女坂の方が登りやすそうです。目の前にすごい急な道が見えてます。私が歩いている今のコースはだいたい 4,5 時間で歩けるので、春のねハイキングに本当にぴったりだなと思います。男坂と女坂が合流しました。この先は頂上を目指していきます。はい、頂上ありました。高川山の頂上に到着しました。標高は976メートルです。そしてですね、後ろに富士山がめっちゃくっきり見えてるんですよ。すっごい綺麗です。はい、ご飯を食べました。ちょっとね
風が強くなってきました。はい、ここからは大月駅という駅を目指して歩きます。だいたい2時間半くらいの道のりです。今下っているんですけど、結構ね下り急な部分とかもあるので、こちら側から登っていくとすごくね苦労するような気がします。初狩駅からで正解だったような気がします。今回私は初狩駅から登山をスタートしましたが、逆の大月駅から登ることも可能です。ただずっと登りが続くコースになるので、結構ねタフなコースになるかと思います。はい、皆さんお好きな方を選んで登ってみてください。今ね目指しているのが結び山という山なんですけど、最初はねおむすび山って私思ってました。なんか美味しそうな山だなと思ってたんですけど、違いましたね、結び山でした。はい、今ね下っているんですけど、これね後ろ見えますかね。すっごくね急なんですよね。登りは登りでこれ登るの大変だと思うんですけど、下りも下りで結構神経をね使いながら、ストックを使いながら下ってます。だいたい1時間半くらい頂上から歩いてきたんですけど、景色がね本当に変わらないんですよね。だからねちょっとね長く感じますね。結び山の頂上がやっと見えてきました。よかった。はい、結び山を過ぎたところで大月駅を目指してさらに下っていきます。大月駅に到着です。今回は初狩駅を出発して高川山に登り、ここ大月駅に到着するというルートでした。後半のね2時間くらいがねちょっと景色が変わらずに退屈な時もあったんですけど、やっぱり高川山からの富士山はねすごくね見応えがありました。皆さんもよければぜひ登ってみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。